どうもお疲れ様です。プロデューサーのわさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはアイドルマスターシンデレラガールズ U149 最終回第12話。明るい時は見えなくて眠る時に見えるもの何？いやだ、まあ、まず前回のそれ第11話がアリスの回やったね。あーよかった。驚くほど無言だったね。自分でもびっくりしたけど良すぎた。いやー、あそこでインファクト入れるっていうのやっぱよかったやろ。いいよな。まあでも最後どうなるかね、楽しみなんで早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますね。ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どんくらいだ、どんくらいだ、とりあえずこんくらいにしようか。違うような気がすんな。こんくらいかな。はい、よし。はい、それではニコニコ動画で再生していきます。3、2、1スタート。何のやつ。龍じゃねえだ、龍じゃねえだ。龍じゃねえだ。U149 だ。 U149 のことか。 U じゃないじゃん。何歌うんだろう。3週間前、第12話、明るい時は見えなくて眠い時に見えるもの何。開演が20時なんすよ。朝からライブはなんとか。朝からはな、しょうがねえよ。お、うん、
会長じゃね。なんでセミの、なんでセミの死体を。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。ライブに出るには笑顔になった。みんな笑顔になってる。みんなの夢だよ。みんなの夢だよ。そう、みんなの夢。そう。試案中です。かわいい。会長だ。会長。やっぱ会長だったじゃん。え？ほう、ほう、マジか。おい、携帯見ろって。携帯見ろって。曲作ってんのか。みんなで合わせて作ってんだろ。
やばい。やばい。やった。かわいい。しょっぱな新曲。大丈夫。ご、じゅつ。ハイファイヤすげえ。セーブか、これ。かわいい。取られたからね。うお！やべ、でかい声出た。
ニュージェネア。うわぁ、ニュージェネア。笑顔なんだよな、笑顔なんだよ、笑顔。かわいい。大変なんやな。おっ、おっ、わあ、おい、いっぱい映ったぜ今。びっくりした。うわ、オープニングか。今のオープニングなさったか。オープニングじゃん。すっげえ、すっげえ、すっげえ、これ
きらめき。知らねえ、マジの新曲じゃない。何？終わったじゃん、終わったじゃん、何？何？終わったじゃん。おい。
CM になったんだけど。あ、終わっちゃった。もうこれ完全に2期だろ。2期やってくれよ。頼むって。ダメかい？ダメかい？いや、2期やろうぜ、もう。びっくりした。俺喋るかと思ったら喋んなかった。びっくりした、でも。いやー、でも、わあ、関係者席じゃなくって、もう、事務所におったね。すげえなあ、あれ黒い超えた96.2%。なんかずっとよかったな。わあ、終わっちゃった。終わっちゃった。すげえかったな。小杉とかも出てきちゃうんだよ。びっくりした。やろうぜ。やろうよ。あのライブ始まる前のさ、あれがさ、オープニングだったとはよ。オープニングだったか。すっげー。で、さ、こう。サブタイがさ、明るい時は見えなくて、眠る時に見るも見えるもの何でさ、夢じゃん。うわ、こまじよう繋げたよな。この曲、きらめき。やっぱ衣装の色変わっちゃったよな。あ、こんなんだったっけって思ったら、どんどん変わっていって。わ、すげえと思って。で、このシャンデリアの時よ。開いてんだよな、やつ。いっぱい流れるとかマジやばかったな。でもこれいいよな、マジで。このハイファイ流れとる時のこの何ラインっていうかさ、まあこの連絡してるその画面が映るっていう、これいいな。ご利用した後で、あ、まあ、あの俺さ、部長おはようございます。甘いものといえばパフェパンがキスかしら。お腹すいた。お酒はいい。飲んだら飲んだ。20時にいつもの店で。なあ、もう変わらんよな。いや、まあじゃここいいよな。サドリあるから。サドリあるからじゃねえよ。ここのシーンマジで好きだな。いや、でもライブに出るにはってさ、みんなで考えとってさ、そっからこの前のドレミファクトリーを聞いてさ、みんなで笑顔になってさ、よかった。
やっぱりアイドルものが好きだ。アイドルマスターも好きだ。いいね。よかった。よかった。まあいつかきっとミキやるでしょう。4人もね入って本来の U149 でこうやってほしいね。楽しみ。いやーよかった。よかった。本当によかった。よかった。終わろう。よかった。終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもしてください。概要欄のリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、アイドルマスターシンデレラガールズ U149 最終回第12話、明るい時は見えて、眠る時に見えるもの何でした。ありがとうございました。ならない。